はい、それでは本日もゆりキャリの方を始めさせていただければと思います。今回633人目のゲストといった形で、まあ、自分らしさを形作る株式会社バンウェーブ代表取締役深田直さんに学ぶ心身のコンディションの整え方というところで深田さんにお越しいただいております。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最初に簡単に自己紹介のところからぜひお願いできればと思うんですが、はい、そうでした。私が、ファンウェイブスの代表を今やっております、深田直と申します。と私たちが今やってるのは、動くホテルというのを中心にですね、こう遊ぶとか働くとか、そういう、こう、ものを、詰め込んだ、こう、自分たちのこだわりを入れた、まあ、バンっていうのをですね、車をこうレンタル、まあ、いわゆるキャンピングカーみたいなものをレンタル販売したり、であったりとか、あと今特に力入れてるのは、まあ、昨今のサウナブームもありますけど、家、サウナがもっとこう身近にあったらいいなっていうところから、家でできるサウナっていうのをちょっと開発して、割とそこに、今は力を入れたりとか、まあ、いろいろそういう、まあ、アウトドアとか、そんなことをこう、中心に今、お事業展開しているような感じです。ありがとうございます。家でできるサウナってどんな、テントサウナみたいなことですか？そうですね。まあ、ちょっとそれにも近いところもあるのかなと思ってるんですけど、もともと私がテントサウナの輸入の販売っていうのをやり始めて、まあ、それがちょうどコロナ禍ぐらいで、やっぱ、こう、密をかけたアクティビティというか、こういう遊びっていうところで、面白いなと思って、コロナ前ぐらいにロシア行って、ちょっと視察なんかもちょっとしたりとかしてたんですけど。ロシアだったんですか？そうなんですよ。ロシア製のもので。出す、販売するっていうのをやってて、で、まあ常々こう、まあサウナやっぱり沼というか、ハマっちゃうと、本当、毎日行きたくなるっていう。いやー、そうです。あるんですよね。で、それをやっぱ施設のサウナとかだと、やっぱお金の面とか、ちょっと行くのめんどくさいなとか、そういうのがあったんで、じゃあもう家に作っちゃえば。でも家では結構値段も高いしなっていうところで、家のベランダのスペースを活用して、できるサウナブースとか、ストーブとか、そういったものも一から全部開発して、はい。もうベランダで自宅でいつでもできるよっていうのを作り始めました。結構スペース自体はそんなに、まあ、合わせ、そのベランダの広さに合わせて作れる。そうですね。一応サイズもマンションの平均サイズから割り出して、だいたい幅70センチ、奥行き140センチ、高さ180みたいな、なんでしょう。電話ボックスをちょっとこう、もうちょっとコンパクトにしたかな、みたいな。ぐらいの感じ。本当、一人用みたいな感じ。そうですね、完全に取る用ですね。自分のこう、なんだろう、時間っていうのをこう、一回持って、まあ、それこそそういうサウナ入るときとかはもう、携帯もちょっと置いたりとかすることもあるんですけど、はい。そうなると、こう、また気持ちがこうリフレッシュされるので、はい、そういうのを作れたらなと思ってやり始めました。いや、もう僕もサウナ好きなので、今のだけで欲しくなっちゃったな。なんかもう、なんか広めのお庭とかがないとちょっと厳しいのかなみたいな、テントサウナってそういうイメージが、はい、やっぱり持たれてる方も多いのかなみたいなところはあるんですけど、マンションとかでもできちゃうんです。そうなんですよ。そこをちょっとどうにかしてやりたかったんで、はい、はい、あ、なるほど、そこに目をつけたっていうところだったんですね。そういうのはもうロシアとかだと普通にあったっていうことなんですか？いや、ロシアとかにはなくて、やっぱりその、4人用とかで、でさらに、例えばストーブは薪を使ってたりとか、薪はでも家では使えないよなとか、いろいろ試行錯誤があって、電気は工事が必要だよなとか、いろいろありましてですね、まあ、最終熱源はエタノール。バイオエタノールという、まあ、いわゆるバイオ燃料。はいはい、今もこう、まあ、そういうのは何でしょうね。まあ、SDGs とかそういう文脈にもこう使われやすいですし、まあ、地球にも優しいというところもあるので、まあ、そのバイオ燃料を使ったストーブっていうのをもう、オリジナルで作って、で、それを採用することにしました。なるほど、面白い。ありがとうございます。うん、そしたらなんか今そんな深田さんのこう、今の価値観とか考え方みたいなのをどんな風に形作られてきたのかみたいなところ、事前にいただいたライフチャットみたいなところから深掘りさせていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
じゃあ最初が5歳のところから冒険の始まりっていうタイトルで始まってるんですが、はい、なんかここら辺ってどんなことがあったなみたいなところあるんですか？そうですね一番その小さいだろう5歳6歳そういう時にまあ今までこう自分一人でというか、まあ親と連れてね、いろんなこう出かけたりとかっていうのがあったんですけど、うん、自分でこうなんか外の世界に行くみたいなのが、まあ、なくて、初めてその時に、まあ隣町なんですけど、まあ電車一駅のところだったんですけど、自分で電車の切符買って、隣町に行って、ご飯食べて、遊ぶみたいな。たったそれだけなんですけど、まあそれを僕と、実はさっき会社のお話したんですけど、作ったのいとこと、創業しまして、まあ、昔から、幼少期から非常に仲良くて、で、二人で、じゃあちょっと、なんか、旅っていう言い方しないんですけど、一息。ちょっと行ってみようということで、はい。それがスタートでしたね。はい、なんか、そうですね、そこに胸を高鳴らせていたってところですよね。今まではずっと家の中いて、まあ、近所だけだった世界が、そこで広がった。うんそうですね。なんか、見るものを、うん、今まで、なんか自分の足でこう進んでいくっていうのが非常に楽しくて、でやっぱ、ちょっとしたことだったんですけど、まあ、正直昔の話なので覚えてないところもたくさんあったんですけど、そこで見たなんかこう公園で、あ、こういう公園があって、で、そこでなんか二人で歩いてたら、どっから来たんとか言って、そう、なんか、おばちゃんみたいな人が声をかけてくれたなっていう記憶とかもありますし、その後、うどん屋さん行って、自分、なんかセルフうどんかなんかだったんですけど、トッピングを自分でやって、とか、なんかね、やっぱ自分の、で、いろいろプランとか決めてやったことって、こう、今でも鮮明になんかこう、楽しかったなとか、いう記憶が残って、ってますね。なんかそこからすごい意識的に、あ、こんなことできるんだみたいな、こう自分で一人でもとか、まあ二人だったかもしれないですけど、なんかこういうふうに自由にできるんだみたいなところが結構大きな気づきというか、そうですね。そうですね。なんかある程度、まあほんで自分でこういろんな生き方とか。なんかプランとかも組めたことが面白かった一番面白かったなっていう気がしたし、なんかそういう偶然の、まあ、たまたま声かけられたりとか、なんかたまたまこの公園寄ってみて面白かったとか、こうなんかとりあえず外に出たらなんか偶然にも面白いことで出会えるんだなっていうのはなんか感覚値としてそこでこう培われた感じありますね。その後もなんかとりあえずなんとなくピンときたらこう出ようっていうのは、なんかそういう時の感覚がまだ残ってるからなのかもしれないなって思います。はいはい。なんか、あれ幼少期でどんなお子さんだったなって感じだったんですか、自分自身。僕が一人っ子っていうのも、まあちょっと影響してるかもしれないんですけど、うん、まあ、あんまりこう、なんか割と自分の こだわりというか、こういう、ルーティンで、動いていくとか、が強いじゃ悪いんですけど、なんかちょっとこう、協調性っていうのはあんまりないかもしれないです。そういう意味で。自分一人だけなんかこう、違う、例えばみんながなんか図工とかなんか会議 A とかで、何でも作っていいよってなると、大体みんな、じゃあ俺版画やるわってなると私もやってこう、うん、みんななんとなくこれをやるんですけど、僕はなんかその時は自分はそれなんか ものを作りたい、その立体のものを作りたいって思ってたら、たとえなんか雰囲気がそっちに流れてきても自分でやるみたいな自分のやりたいことをやるみたいな、そういう、まあ、そういうタイプでしたかね。じゃああんまりこう人からこうしなさいああしなさいみたいなの言われるのは、まあ、跳ねつけて、いや、僕はこれがいいみたいな。そうですね。割とそうだったかもしれないですね。あんまり、跳ねつけて、あんまり気にしないみたいな、別に、違っていることは別にそんなに、そんなに関係ないかなっていうふうな感じですね。そうね。今おっしゃられたように、普通、
結構多くの人ってやっぱ引っ張られちゃうというか、みんなと合わせなきゃみたいな、ね、のが特に日本、ね、の学校とかって染み付きやすいなって思うんですけど、そっか、そこが結構あったんですね、性質としては。そうですね、小さい頃はそうでしたね。で、途中からまあもちろんそのなんか影響を受けた気がします。あれですか、中高時代とか。そうですね、そうですね、はい。ちっちゃい時はやっぱりそのピュアさというか、なんか自分のこうやりたいことに忠実にできてた感じだったんですけど。あ、そうだったんですね。はい。あんまりそうですよね、他人を気にせずに自分のこう感じてることとか、ファーストでっていうか。うんうんうん。そうですね。だから、まあ、そうだな、この冒険みたいなところから、まあ、新しいそういう場所で、いろんなこと出会ったりとか、あとはまあそこで割と自分のことも知るきっかけになって、そうですね、旅していく中で、自分って結構新しく会う人とかと話すの好きだなとか、あとは、割と計画というか、これとこれこういうこと行きたいみたいなのが頭の中にプランみたいなのがあって、計画立てたりとかするの好きだなとか、自分の性格みたいなところにも、その子供の時そういう旅のプランみたいなのを作ったことがあったんで、なんか、あ、自分ってこんな部分あったんだなっていうのは、そういう外に出て旅してみて気づいたことではありました。自分一人でいても気づけないことってたくさんありますよね。旅する中で、人と関わったりとかする中でって、結構いろいろ気づき多いなって。それはそうですね。ある意味、その一緒にいとこと言ってたりとかして、まあ、話しながら、まあ、もちろん言ってたんですけど、マイペースであるっていうことも、自分では理解してなかったんですよね。はい、そうだったんですね。自分でやっぱ自認できないんですよ。なかなか自分のことは自分が一番あんまりよく分かってなくて。でもそうやって共に過ごして、まあ割と時間長いこと、いろんな場面に出くわすことで、なんか、そうやってこう、違いに気づいて、あ、自分ってこういうもの、ことなんだとか、まあそういう人に言われたりすることもあったりするんですけど、どん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 こう、自分の性格みたいなものは、まあ、前よりはその、輪郭が見えてきたというか、分かってきたなっていうのは、想像してありました、うん。なんかもう一つ気になったのは、いとこさんと昔からね、今も一緒に会社やられてるって、めちゃくちゃ仲いいっていう言葉もあったと思うんです。なんかそこはすごい、どんな感覚だったんですか、昔から。そうですね。なんか、まあ、まあ同じような、そういう、なんでしょうね、価値観というか、感覚が、特にまあやっぱなんか話す、なんでしょうね、リズムっていうか、流れみたいなものが、すごい近いものが、そうだって。やっぱリズム感ってめちゃくちゃ重要だと思うんですよ、その空気、その動き方、なんか、割と二人ともゆっくりだったんで、旅の楽しみ方とかもなんかいろいろ目的地詰め込んでっていうよりは、なんか、こう、ちょっと行って公園で、ちょっと漫画、まあ、子供だったら漫画とかですけど、まあ、本とか読む時間を作ったりとか、なんかそういう、時間の使い方っていうところが、近いものがあって、居心地はずっといい感じでしたね。そうなんです。すごくそれもやっぱ今も感じてるというか。そうですね。うん、今になっても、いろんな物事の進み方とかも、まあ、そこはスムーズに、もちろんちゃんとそういう取り決めみたいなのもありながらも、なんか余白はちゃんと残して、ここの部分は、なんか自由に、意思決定できるっていうのは、ちゃんと枠設けてて、まあ、それは昔からなんとなく、変わってないのかなっていうのは。すごい。すごいご縁ですよね。いや、そうですね。たまたま、かなり近い存在に、へー。血がつながった存在にいたっていう、まあ、たまたまの話ですね、これも。ああ、はい。
ちょっとまたね、多分後で出てくるんだろうと思うので、また触れていければと思うんですが、そんなこんなで次のポイントが12歳、部活コミュニティでの生きづらさってところがあると思うんです。うん、これはどんな体験があったんですか？そうですね、中学に入って、まあ、部活、うん、バスケ部に入ったんですけど、うん、小学校の頃からこうやミニバスみたいな部活をやってる人たちとか、まあ、やっぱそれなりにスキルある人たちもいて、もう最初なかなかこう試合に出たいなと思っても出れないみたいな、うん、状況になって、で、まあ、どうにかしてこのコミュニティの中で、今まではこう割と自分すが好きなんでしょう。やりたいようにやってもなんかそんなにこう良かったんですけど、やっぱ部活とかってこう、強いコミュニティ、なんだろうな、こうあるべきみたいなのが割とあるんですよね。やっぱ部活の先生とかもなんか、ギリギリこう、なんだろうな、ゆとり世代ギリギリぐらいの感じだったんですよ。練習中はあんまりこう、決められた時しかダメだし、はい、トラックなんていうみたいな、結構そういうガチガチにルールとかもあって、それから逸脱した行動を取るとこう、あんま良くないっていうような感じだったんですよね。で、こう、自分がバスケのスキルっていうところで、今、うん、なかなかこう勝負に出れない、なっていうのがあったんで、なんだろうな。で、あと後輩、なんかちょっとやっぱそうなるとこうギスギスしたというか、ちょっと空気感としてもあったんで、みんなこう、後輩の子とかにも、こう自分がこう、まあこういう表現あれなんですけど、こう舐められないようにみたいな感じで、こう、自分、いつもの自分とは違う、なんかちょっと強く当たるというか、なんか、そういうちょっと空気感があったんで、自分もそこに影響されてしまったなっていう。自分がそこでちょっとこう、途中、確立できなくなったなっていうのがありましたね。ああ、もう結構その感覚ってしんどい。そう。あれ、もう順応しちゃったって感じなんです、途中からもう。そうですね。なんか、そういう、なんだろうな、自分を強く、まあ、いわゆる見せるみたいなことだと思うんですけど、うん、そうしないと、なんかこう、浮いてしまうというか、まあ、そういうコミュニティってこう暗黙のというか、なんかそういうのがあると思うんですけど、うん、その中で、あ、なんか自分本当はこういう態度を、例えば後輩の子にそんななんか高圧的な感じのことってしたくないみたいなところあるんですけど、こう自分だけそういう違う行動を取ると、なんで例えばね、お前だけそういう、うち俺らは厳しいそういう部活としてやってるわけだから、なんかその生ぬるいことになるだろうみたいな風になっちゃうので、自分をこう思っても、うん、自分を殺すみたいな行動を取ってたのがすごい、ちょっと、まあ、それ中学の1年の2年ぐらいの時ですかね、なんか1年ぐらいはそれで辛いなっていうところもありましたし、あとはそのなかなか試合に出れないというところもあったんで、うん、それはどうにかして気持ちなんか切り替えて、なんか違うところでこう輝けるポイントを見つけなければならないなっていうのは、当時中学生の中でも思ってましたね。うん、あ、それはもう1年ぐらいです。それからまた変化があったりしたんですか？そうですね。なんか中学2年ぐらいの時から、これずっとついててもしんどいなと思ったんで、ちょっと勝負するというか、こう比較、一つはちょっと比較するポイントみたいなところを変えようかなっていうのが一つあったのと、あとは、これはもうノーカウントで試合を気にしないっていうような考え方なんですけど、なんとなくそれを思ったんですけど、どういうことかっていうと、まあ、そのバスケットの例えばスキルに関しては、他の人とまあ比較することによって刺激を受けるみたいなことも全然あると思うんですけど、
そこで戦ってても結構、どっちかというとこう、劣等感じゃないですけど、そういったものがこう、増えるだけなのかなって思ったんで、そこ、スキルということに関しては、まあ、自分が前よりも、前日よりも、例えば3ポイントのシュートが10本中3本入ってたのが4本になるみたいな、そこのもう自分とのこの勝負のところにポイントを変えるっていうこと、と、あと、もうなんか、比べようもないこと、なんか、例えばなんか、やっぱスキルもあって、なんとなく面白くてみたいな感じだと、人望が厚いみたいなのあると思うんですけど、なんかでも人それぞれ、こう、なんですかね、こう、比較できないところってあると思うんです。その子は例えば上手かったとしても、なんか、頭はまだ、勉強の分はそんなできなかったりとか、なんかそういうので、こう、人ってそんななんか、うまいことこの比較でこう測れないなと思ったんで、なんかそこはもうノーカウントっていうか、別にこう変な勝負はそこでも抱かないっていう風にしたら結構心が楽になるなと思ったんで、まあ比較は比較で全然いいと思うんですけど、自分がここだったらうまく表現できるなっていうところでは、勝負して、で他のその比較しようもないようなことはもうノーカウントとして捉えるっていうような感じをそこで思い始めて、だんだんなんか自分っていうものがうまくなんか表現できるようになって、まあそれこそ部活のその修練みたいなのがあるんですけど、そういうところでこうスキルっていうところじゃないとしても、なんかこう最後こう修練のところでこう一言なんか、まあみんなをこうなんか先生のモノマネしたりとか、ちょっとこう何ですかね、パッとこうユニークな感じの動きして、こう笑いが生まれるようなそういう、こう瞬間があったんですけど、そういうのでこう自分を表現していったら、なんかこう自分の存在価値というか、またちょっと違うアプローチでこのコミュニティに所属していることのなんか存在みたいなものが、まあ、うまく表現できたのかなっていうのはあって、そこからちょっと気持ちよくなんか、やれるように。そう。いましたね。そこからまた自分らしさをちょっと取り戻せてきたって感覚。そうですね、そうですね。そこからなんか自分が今まで我慢してた感情みたいなのは、ブレーキみたいなのは、なんか取っ払われてきて、そうですね。なんかちょっとそういうところでちょっと、面白い動きというか、なんかそういうのがこう、みんなとなんかそうやってこう、和みながらなんか変なモノマネするとか、そういうのが、好きに、自分はこんなん好きやったかなとか思ったんですけど、なんかでもやっていくうちに、なんか、面白いなっていうふうに、変わっていきましたね。なんかそういうの、ね、さっきみんながこう強くなあろうとするっていうか、高圧的でないとちょっとみたいな空気感がある中で、そういうことやると、なんか、それをやったからこその変化とか、なんかどんなことがあったんですか、そこ。やっぱ変わる中で反発とかも、ね、さっきの文脈だとあるのかなっていう、うん、変な白い目で見られたりするのかなみたいなこと思ったんですけど。そうですよね。なんかそれはたまたま、まあ、自分の見えてる世界でその思い込みだったのかなと思ったんですけど、意外とそういうなんだろうな、硬い空気だったんで、うん、そういうのをやると、みんななんかそれを求めてたかのような、なんか緊張、なんかもう良くない、悪い意味でも多分緊張感みたいなものは、スッとなくなって、みんなこう、なんか肩が力を降りたというか、それで、なんか部活の中のその空気、みんなの仲間の空気感とか、っていうのは変化したんで、なんかやってみるもんだなというか、意外とそんなに反発は見なかったですね。そうだったんですね。なんかさっきのその自分起点で、ね、自分、昨日の自分と比較するみたいなところとかって、よく言われ、なんか大事な考え方もあると、そう、僕自身も思うんです。この年からそれできるってすごいなっていうか、僕は完全にそっちに飲み込まれてたんですね。比較して、なんかね、劣等感抱いたりとか嫉妬したりみたいな。それを原動力に頑張るみたいなのが結構まあ、ね、受験勉強とかもそうだろうし、部活も
ありがちなのかなって思うんですけど。はい。うん、いや、僕もその他人と比較しないっていうのはちょっとあまりに綺麗すぎるんで、僕はそれは無理だと思ってさ、自分の中で今でも欲望はあるんで、うんうん、だったら、その、本当に比較するポイントを変えようと思ってですね、さすがにもう他人と比較しない、そんな下脱したような考え方はできないんですけど、そこはできないんですけど、自分がうまく表現できるとか、まあ、ある意味、強い表現だったら、まあ、自分が勝てると思ったところの勝負だったら、やると。で、自分がこう、あんまりこう、なかなかこう、厳しいなというところはもうなんか気にしない、まあもうノーカウントっていう。確かに、面白い、ね。みんな同じところで戦おうとしちゃいますもんね。戦わされちゃうというか。そうなんですね、やっぱそっち影響を受けちゃうんで。うん、それだと劣等感みたいなのがこうずっとふつふつある状態で、うん、あまり居心地よくないなと思ったんで、うん、ちょっとそこを変えてみたっていうのはありましたね。そこは今も結構大事にされてるというか、社会人になってからとか。そうですね、社会人になってから、まあ、仕事し始めても、まあ本当自分の得意な、うん、とこだと割と努力もの余地もあるし、やっぱ苦手な部分ってこう動かない部分だと思うんで、なかなかこうそこからスキルアップみたいなのはできないと思うんで、まあ、その得意っていういわゆるその変数の部分をに注力してやろうというのは、まあ、今の生活というか仕事してる中とかでも意識してやってる。なんかちょっと気になっちゃったの聞くんですけど、得意ってなんかどういうふうにこう見つけてきたなっていうか、まあ、それこそ中高時代もあったと思うんです。今もなんかどういうふうな感覚で掴んできたなみたいなところってあるんですか？そうですね。まあその部活の時とかだと、さっきだったらちょっと場を和ますみたいなとか、はいはい、なんか誰かそういうちょっとしんどそうなことをこうコミュニケーションを取るみたいなところから、まあ、僕は自分の中でもそのキャラクター的にそんななんか誰かを引っ張っていくリーダーとかではないと思ってて、全然なんですけど、どっちかというとなんかそうやって困ってる人とか、困ってるというか、まあちょっと寄り添う感じで一緒にこう走っていこうというか、それはまあ仕事の中でもそうだったんですけど、まあ、後でちょっと話すかもしれないですけど、とか駐在とかしてた時とかも、まあ、いきなりポンとこう、いや、実力そんなないけど、立場がポンと上がるみたいなのがあるんですけど、そういう時とかも、ものすごい強い、こう、これに、このビジョンで行くぞみたいなのを立てる、まあ、立てて、みんなを強引にこうトップダウンで引っ張っていくみたいな感じよりは、なんか、つどつどみんなの足、状況、進み具合とか、むしろ一緒に肩組んでいくみたいなのは、そういう、まあなんか、リーダーみたいなキャラクターが自分にはなんか相性として合ってるのかな、っていうふうに思って、まあ、そういう経験の中から、自分はこういうのはまあ、こう、得意だったりするのかなっていうのは、こう見つけてきたところはありますかね。なんかバスケ部もそうですよね、高圧的な、いわゆるヒエラルキーみたいな空気感はあんまりこう嫌だってっていうか、違和感を感じてたけど、そういう、ね、フォロー型っていうかに立ち回るとすごい居心地が良くなる、自分らしさ発揮できるみたいなところからもそう伺えますよね。そうですね、ありがとうございます。したらちょっと次のポイントに行ければと思うんですが、次はちょっと飛んで19歳はい、っていったところになるんですが、その間高校とか大学みたいなところはどんな感じでこう家庭はあったんですか？今12歳から特に。そうですね、高校大学とか、まあ高校生の時とかは、まあ、そんなに中学の時その、変わらずっていう感じではあったんですけど、高校時代とかはそうなんか
高校時代はそうですね、特に、まあ、高校になるとサッカー部やってたんですけど、変えたんですね。そうなんです、部活、いや、僕、多分この時ぐらいから、なんか一つのことを、これをずっとやり続けるみたいなよりは、まあ、結構人生っていうか、限られてるんで、いろんなことをやってみたいっていう、アミングみたいみたいな 多分癖があって、はい。なんで、まあ、ずっとサッカー部で、ずっとサッカーのやって、ほとんど部活一色っていうような、が高校でしたかね。ああ、なるほど。え、なんか大学のところはどんな考えでこう進学したみたいなとかってあったんですか？ああ、そうですね、高校の時、その受験じゃ決めるってなった時に、自分はやっぱ最初言ったように、その旅とか、そういうのが好きだったんで、観光とか旅行とか、そういう領域でもなんか仕事したいなと思って、観光系のコースがある大学に進学しましなるほど。で、そこでオーストラリアの短期留学ってはいはい。いうのが大きなターニングポイントとしてあるんですね。そうなんかですそこ、ね。まあ、これ本当、1ヶ月とか、もう言ったら短い間だったんですけど、多分、ま、こんだけ長期で海外行ったことは、人生、その時タイミングが初めてで、ま、ホストファミリーも結構若い30ぐらいの、ホストファミリーの人で、割とアクティブな人だったんですよね。で、なんかもう朝も5時ぐらいにジム行って で、なんか自分で朝食おいしそうな、結構健康的な食事作って、で、仕事もがっつり、なんか4時ぐらいまでこう一生懸命やって、で、だいぶ早めに終わって、5時ぐらいから自分の時間を取るっていうので、自分の趣味のサッカーやったりとか、なんかバギーみたいなのを走らせるのは好きな人だったんですけど、なんかそういう自分の趣味の時間っていうのに割とこう時間を当ててたのを見て、まあ、自分がいた、まあ、社会人は経験してなかったですけど、その時は自分のまあ親であったりとか周りの人とか見ると、割ともうちょっとこう必死にぐわってこうほとんど仕事の時間になんか費やすんだなっていう感じだったんですけど、働き方とかがなんかすげえゆとりがあるなっていうのがあって、こんなこう、まあ、余裕ある暮らしみたいな、心にほんとゆとりあるような暮らしっていうのは、こんななんか居心地いいもんだなっていうのを、まあ、言って感じましたね。なんか、そこは今までのこう、日本の社会人像みたいなところとは違って、なんかそっちの方にやっぱ自分もそうありたいな、みたいなイメージを持った感覚だったんですか？そうですね、そうですね。僕もだからその時に思ったのが、その人生はまあその家族とか友達とかのプライベートの時間と、あと仕事の時間と、で、結構仕事が多分もう本当7割とか占めてて、あと家族の時間みたいな、友達の時間があと3割ぐらいみたいな感覚だったんですけど、なんか向こう行った時思ったのは、時間の使い方が本当ちょうど3等分ぐらいで、仕事3割、3割、家族3割で、あとの3割は趣味というか、また別のコミュニティというか、自分のこの、調子を整えるための、そういう、なんだろうな、まあ、ホストマザーとかだったら、なんかヨガとか、なんかそういうのをやってましたけど、なんかそういうのをみんなそれぞれ持ってるっていうのが、面白いなっていうふうに思いました。なんかそこから自分ご自身の生活っていうか帰ってから変わったりとかされたんですか？意そう識ですとか。ね。帰ってきてから、いや、まあ、やっぱりその、外、そうやって海外行ってみて、まあ、いろんな人たちの、暮らしとか働き方とか、ものの考え方に触れるのってやっぱ大事だなと思って、自分の中にこもってても、こう、わかんないことばっかり。やっぱりそれは実際現地に行ってみた方が、体感ベースで入ってくるっていうふうに思ったんで、そこから、まあ、バイト、アルバイト、まあ、お金をアルバイトとかで稼いだりとかして、
もう暇あれば海外に行くっていうことを、このタイミングぐらいからやり始めましたかね。海外とかもそうですね、うん、日本もそうですね。海外だけじゃなくて日本もそうですけど、いろんなところにまず出向いて、いろんな景色を見て、そこの人たちと話をしたりとかして、それをこう蓄積していくっていうのをやり始めましたね。なるほど。でそこから車中泊みたいなところも、そのあたりから始められたって感じなんですか？21歳ぐらいから。そうですね、その後ぐらいからまあ、いろんなそこでの発見があるなと思って、で、うん、大学の時なんですけど、それが、こう車中泊っていうものとこう出会って、はい、まあ、車中泊ってまず便利なんですよね。いきなり言えばもう車に入った瞬間チェックイン確かに楽、うん、楽だなっていう、これ宿が動いてたらシンプルに楽だなっていうのがまず確かにあったのと、あとやっぱ今までの旅はまあ飛行機とか、まあ、海外とかだったらそうですけど、うん、飛行機や電車とか乗って、まあ、時間がある程度決まってたりとか、うんうん、行ける場所っていうのも決まったんですけど、車使えばこう場所とかそういったこう時間とかのからも解放されて、うん、いつでもどこでも好きなところに自分の行きたいように迎えるっていうのがめちゃくちゃ魅力的だなっていうふうに思って、で車中泊、まあ、日本全国いろんなところ回って、はい、で仲間3人がいたんですけど行って、でそこで、焚き火をして、まあ、焚き火スポットみたいなのを何かこうレックスつけていって、で火を囲んで話すっていう、なんかそういうのをこうこの時ぐらいから、毎週のようにやってましたね。毎週ですか。めちゃくちゃ行ってましたね。でも海外とかは行ったんですか、それこそ。あ、そうですね。うん、他で言うと、ヨーロッパの方に、それもなんか自転車使って、周遊をしたりとか、はい、あとは、一番き、まあ記憶に結構残ってたのは、まあ、大阪から東京とかですね。これはママチャリでちょっと行ってみよう。ママチャリな。あえてちょっとママチャリで行ってみようみたいな。ロードバイクだと普通だったから、まだやってみようかなとか、そういうのをやり始めたりとかして。はい、うん、いろんな、あとはそうですね、あとハワイとか行って、まあハワイって結構アメリカの州の中でもハワイ州が一番ホームレスの人多かったりするんですけど、そうなんですか。やっぱり気温とかの問題で、はい、居心地いいんです。なるほど、そこそういうところです。で観光客の人も多いんで、はい、いろいろとこう物資が与えられる多いらしくて、でなんかそれを見てて、その人ら結構幸せそうだなと思ったんですよ。楽しそうだったんですよ、意外と。なんで自分がホームレスの暮らしってどういうもんなのかなっていうのを、はい、してみようと思って、はい、1週間野宿ですげえ、あ、生活をしたりとか、ちょっとうん、なんか思いついたことは割とこの期間、うん、せっかく時間余裕のある時間があったんで、うん、いろんなことにするチャレンジを。面白い。来ましたね。なるほど。なんかインパクトのある出会いとかもあったんですか、その中で。そうですね。なんか、例えば、ハワイとかだと、自分たちがまあ、寝床というか、はい、駐車場の屋根みたいなところでこう寝たりとかしたら、ホームレスの人も結構話しかけてきて、ここの方があったかいし、太陽が上がってくるとここは眩しいからこのエリアの方がいいよみたいなとか、そういう情報を教えてくれたりとか、あとはもうシンプルになんか僕ら3人で歩いてたら、
交渉をしてですね、交渉して、その人の家のこう私有地みたいなのがあったんですけど、そこのスペースでキャンプをでもいいよみたいなとか、みんな割となんだろうな、めちゃめちゃなんだろう、ある意味でこうゆるいというか、セキュリティとかガバガバだと思うんですけど、なんですけど、手を差し伸べてくれるというか、なんかそういうことがいくつかあったので、なんか僕はその瞬間、まあ本当、やっぱ今日みんな人間で、なんかどっかそういう優しい心を持ってるんで、どこの世界でもなんとかこう、助けてくれるし、いけるなっていうのは、そこら辺のこう出会いだから、何があっても大丈夫だなっていう感じがしましたね。なんかその何があっても大丈夫だなって感覚すごい大事ですよね。なんかそう、今ってすごい個人にすごいフォーカスされて、自分でやんなきゃみたいな文脈とかってすごいなんか目立ちがちなのかなとかって思ったりするんですけど、ね、周りとのつながりを実感する経験ってすごい大事だなって感じました。だから何かあったら、その助けてもらうとか、ヘルプを言うっていうことに対してのハードルは、多分まあその海外とかでも、まあ、別に日本語通じなくてもなんとなくで伝えたりとかしてましたし、そういう確かに助けてほしいっていうことをこう言えるようには前よりはなりました。ね、言いづらい人もたくさん多分、ね、会社でもそうだろうし、いろんなとこで、コミュニティの中でとか、ね、ヘルプを出せない人っていると思うんですけど。そっか。なるほど。そういうところから、ありましたね。ありがとうございます。で、そんな中で社会人になって、どんなところに行かれたんですか？まあ、いろいろ就活の中で、数えるほどだったんですけど、まあ、観光系とかいろいろ見てたんですけど、やっぱ海外行くことで、何かしら海外で携わる仕事をしたいなというふうに思って、で、子供の遊び、ショッピングセンターとかに入ってる子供の遊び場って、ありますね。遊び場を開発したり運営をしたりしてという、会社がありまして、そこに入って、で、それが中国とか東南アジアを中心に展開しているとこだったんで、まあ、海外とも携わったり、まあ、駐在とかそういったこともできるというのがあったんで、はい、子供のそういうキッズテーマパークみたいなのを作るっていうのをこうところで、仕事をし始めました。なるほど。で、そこでその会社で海外駐在が、そうですね、はい。なんかここはどんなご経験だったんですか、インドネシアへの海外駐在。そうですね、なんか駐在した時は、今振り返るともちろんそのめちゃくちゃ学んだことも多かったですし、楽しかったなということもあったんですけど、自分で好きで行ったんですけど、行ったら行ったで、まあさっきもちょっと言ったかもしれない、自分の実力以上のところのポジションについて、まあそれこそ何十人っていう、まあ、インドネシア人の人が50人ぐらいいたんですけど、その人たち、私が行ったところインドネシアに駐在してたんですけど、人たちをこう、まあ、まとめて、その時のミッションとしたら、まあ、お店をこう数増やしていく、出店を展開して、多店舗展開していくっていうところがあったんで、まあ、それぞれ役割決めて、物事を早く進めていくっていうものだったんですけど、なかなかやっぱり、日本人の、これはまあ、人種だけでこう、区別するのは、ちょっと違うと思うんですけど、まあでも比較的、例えば時間に対してこう、インドネシアの方だと、ルーズだったりする人も多くて、なんか、時間はゴムだっていう、なんかことわざもあるぐらい、ゴムのように伸び縮みするから、しょうがないっていう。
で、渋滞もあの感じで車がめちゃくちゃ多くて、渋滞もしょっちゅう起こったりとかするんですけど、渋滞で遅れましたとか、まあ、そういうので、こう、いろいろ理由作りみたいな、結構、まあ、いくらでもやろうというのができるというような環境だったんで、なんか物事がなんかうまくこう進まない場面があって、で、さらに、まあ、その、私とその、その現地の社長、まあ、日本人が2人とかそんなんだったんですけども、ここまでの成果をこの期日までにという結構こうプレッシャーが割とあったので、でもなんかうまいことをこう意思疎通が自分ができてないなっていう感覚があって、そこがちょっと、うん、辛い部分ではありました。結構長かったんですか？あ、止まっちゃった。私と、あ、今ちょっと止まっちゃってた。止まってました。あ、すいません。あ、一回今の終わりです。はい。あ、ごめんなさい。面談のようなことを、その、各リーダーの人たちと、してたときに、はいはい、いきなりこうやってきて、いろいろこう、なんだろう。まあ、僕もこう必死にやらなきゃと思って、うん、今思ったら、本当それこそ中学の時のあれがあんまり生かされてなかったんだけど、完全に仕組み化して結構こう、そうですね、目標とかも結構タイトに、スケジュールとか目指すところでもキツキツにこうやってたんですね。うん、これはもう自分がなんか変にこう自分が何とかしないといけないみたいな、ある程度はこう縛らないといけないって思ってしまって、それをやったんですけど、そういう面談の中で、なんかこのやり方はちょっとついていけないみたいな。いうのを、まあ、正直にこう言われたときっていうのは、なんか、自分がそうやってやられてあんまり良くなかったなってことが、そのまま自分がいざその立場になったらやってたなっていうのは、こう今になってすごい思いますね。うん、痛いですよね。すごい。うん、うん、そうですね。言われたときはかなり、うん、へこみましたね。なんか海外、なんか、まぁ、あ、ちょっとそのね、異国来てちょっと、まぁ、あ、ホームシックじゃないですけど、そのちょっと寂しい思いもありながら、さらにそこが来たんで、こっからどうしていこうかなっていうのはあって、まあ、しどかったんですけど、まぁ、あ、そんな中でも、まぁ、あ、そういう、まあ、まあ、社長とか、一緒にこう、仕事していく中で、まあ、ちゃんとこうコミュニケーションを取って、それこそそういう人たちとこの仕事をじゃあやる、理由は何なのかってちゃんとこうきちんとコミュニケーションを取って理由を説明して、でその人たちにとってのメリットというかいいこと、その個人にとってのこれやることによるこうこんな素晴らしい、まあ、世界を作れるよというような感じでメリットみたいなことを言って、あとはそのちゃんとこう物差しみたいな、まあ日本だったらちょっと感覚的にこれをこうこの資料なんかうまいことやっといてとか、なんかそんなんで通じたりすることもあると思うんですけど、向こうだとあまりそれが共通理解難しかったりとかするんで、これだったらこのページでこのサイズでっていうような感じでこうちゃんと数字を入れながら伝えていくようにしたらですね、だん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 こう信頼っていうのが少しですけど、醸成されてきて、まあ、一緒にやっててすごいやりがいもあるし、気持ちよくなんかこう物事が進んでいったなっていうのが思いました。なるほど。なんかでそこから多分今の会社に自分で会社立ち上げるっていうところにつながっていくと思うんですけど、どんなストーリーが、はい、あ、そうですね。あるんですか。あ、それこそ、その、その時に、自分の、こう、心身のコンディションみたいなところを、こう、整えるっていうのは、本当今やってるサウナ事業みたいなところにも、つながるんですけど、はい、インドネシアにいる時、ほぼ、そういう、こう、辛いことがあった時に、うん、ほぼ毎日のようにサウナ行ってたんですね。あ、
インドネシアにもある。インドネシアにも結構その中華系のインドネシア人の人たちが、まあ、うん、中国人の人結構サウナ好きで施設をポンポン作ってくれてたんですね。で家の近くにもあって、うん、でそのこのサウナの中ではちょっとそうやってこう辛いこととかあっても、一回こう自分の頭で整理する時間、このサウナ室内でもうこう瞑想に近いような自分時間っていうのをそこでこう深く味わってっていうのがあって、まあ、そこで救われた部分がめちゃくちゃ多かった、ね、うん、辛かったところもこう流せる部分もあったの でそこからなんか自分がサウナで救われて、で日本帰ってきても、うん、まあ、サウナってそういうこう自分の頭の整理ができたりとか、リラックスできる場所だなっていうふうに改めて思ったので、これがこう毎日ね、入れるとかいう状況になれば、もう一番なんか平和というか一番サウナがその近くにあるのが一番ある意味世界平和に近いんじゃないかなというか全然サウナ室内で怒ってる人なんかも見たことないんで、これがもっと身近にあったら幸せ幸福度っていうのはこう高まるんじゃないかなというふうに思って、まあ、サウナの授業っていうのもやり始めましたし、あとはインドネシア駐在の時に、まあ、いろんな出会いがあったんですけど、その中ですごい覚えてるのはそれはもうインドネシアで仕事されてる方も社長もそうだったんですけど、まあ、自分が本当裁量を持って自分のやりたいように意思決定をしてる。なんか変わった人とかだとなんか釣りが好きすぎてもうこれを仕事にしたいっていうように途中、なんか駐在でインドネシア来てたんですけど、はい、そこで釣りにはまって自分はこの釣りでちょっとやっていきたいっていうので、なんか釣り船をでなんか自分の住居みたいなの作って船の中で住んで、で釣り船のボートとか釣り具とかを販売したりとかってやってる人がいたりとか、なんかそういう自分がやりたいと思ったらそこにがっつりアクセル踏んでやってる方とかと出会って自分の、まあ、判断で自分が人生のこうハンドル握って進んでいくっていうのがこんななんか素敵なんだなっていうのをなんかこういろいろ話を聞いたりとかしてる中で思ったので、日本こう帰って良きタイミング でまあなんとなく子供の頃から自分の会社みたいなものは作りたいなと思ったんですけど、そうちょうどタイミング的にもそういう人たちと出会ったりとかね、はい、もう受けて、でいとことそういう話をして、じゃあそう思うんやったらもうすぐやろうっていう話で、なんかそこにつながって行きましたね、はい、いとこさん、いとこさんも伊藤さんが普通に会社で働いてた。あ、もとも、はい、そうですね、はい、まあ、そういうやったんですけど、まあでそれこそ何があっても大丈夫っていうところも、なんかそうもちろん根拠なしにただただ何も考えずに飛び込むのは危険っていうのは分かると思うんですけど、うん、分かるというかそのダメだ、あんま良くないと思うんですけど、僕もなんかその何もなしにこうやめてじゃあ会社作ろうってわけじゃなくて、どっちかというとこう自分も行動力は別にあるとは思ってなくて、どっちかというと多分こういう例えばまあ仕事で言ったらこういう事業の作り方をしたら多分こうやってうまいこといくなっていうような、なんでしょう、行ける道筋みたいなのが自分で作ってって道筋が見えたから動けたって感じなんですよ。だから多分なんとなく感覚だけで行動したというよりは、自分で道をこう行けるなっていうところが見えてからこう動き始めたんで、なんか大丈夫だなっていう、そこはその心配なくこう突き進めたっていうのは、はい、ありました。ありがとうございます、うん、なんかあと5分ぐらいになってきたので、
締めの方に行ければと思うんですけど、なんかこれからの展望みたいなところで、どんなことを考えられてたりするんですか？そうですね。まあ、私たちが、特に自分、車中泊での経験とか、うん、ああいうところからこう いろんな人とこう出会って、景色を見たり出会ったりとかする中で自分というものを知ることができたし、自分の人生は自分でこう突き進んでいくことの楽しさとか、そういうのも自分らしさみたいなことをこううまくこう表現できるようになってきたと思うんですよ、ちょっとずつは。なのでなんか そのこう一つの選択肢としてですね、僕はそのさっき言ってたそのバン車をこう自分なりにカスタマイズしてこう、レンタルとか販売って言ってたんですけど、それをこうもっとこう多くの人たちのそういうバンライフみたいな車の生活みたいなのをこう経験してもらって、そうするとあれって結局自分の個性とかなんか自分を表現する、まあ、アイテムの一つだというふうに思ってるので、まあなんかこう自分のがそうやってこう一旅行体験かもしれないですけど、自分でこうやって旅を作っていく道筋を作っていく楽しさであったりとか、そこで感じる自分らしさみたいなところがもっとこう感じてもらえるようなサービスっていうのを広げていきたいですし、そのためにはその車の台数も当然増やしていたりとか、まあそこがそういう人たちがやっぱり途中こう人が集まれるコミュニケーションとが取れるような拠点みたいなものもこう増やしていきたいなっていうのがあるので、展望としてはこうやって車を増やして拠点を増やしてこう一つの暮らし方とか働き方に別にとらわれることなく、いろんな選択肢があると思うんで、自分でそれをこう適切な選択肢の中から自分で意思決定してこうできる世界っていうのを、そういうなんかバンライフみたいな遊牧誘導民的な生活っていうのを通して伝えていきたいし作っていきたいなっていうのが、まあ、今の思いですかね。なんかそこで自分らしさを感じたことによってこう、ね、仕事とかでもまたなんかこうか仕事での意識とかも変わってきそうな、なんか循環が起こりそうな感じも今お話を伺ってて思いました。そうですね。その中の一つにまあサウナとかも、うんね、一回こうリセットして自分のやりたいこと何やったかなとか、そういうののこうこう整理をしたりとか、なんか自分の感情を味わったりとか、なんかそういう時間を、作れたらいいなっていう思いから、まあ思想としてはもう本当そういう自分らしさというものがなんかうまく奏でられるようなも体験とか、そういうのを作りたいねっていうのがあったんで、一瞬まあサウナと例えばキャンピングカーってどういうこう一貫性みたいなところがあるかなとかっていうのはあると思うんですけど、一貫してそこのビジョンはこうぶらさずに、これからも、まあ、事業を通してこう展開していきたいなっていうのはあります。自分らしさを奏でるってめちゃくちゃいいですねなんかそれをね、今これアンダー29の世代に向けて発信してるっていう番組なんですけど、なんかそこの自分らしさを奏でるためにこう、まあ必要なことというか大事にしてほしいことみたいな、伝えたいことみたいなところで最後にもしあれば伺いたいなって思いました。そうですね、なんか無理に別に自分の好きなこととか正直やりたいことそんな別になくていいと思ってて、僕はで僕もそんなんで明確にこれって言ったら、いや僕は結構いろいろやりたいんでこれだけとかこれしかないみたいな別にないんですよね。なんでとりあえず広げるだけ広げて、なんかちょっとでもなんかちょっと楽しいなとか、なんか それぐらいのことで僕はいいと思ってて、あと大事なのはそれをどんだけこう好きになる力というか、そっからこう意外と僕なんか今やったらめっちゃ茶道やってるんですけど、最近やり始めたんですけど、茶道ってなんか静かな空間でなんかあんまりこう楽しいとかそういう感じはあんのかなとか正直最初分かんなかったんですよ。でも一回ちょっとじゃあやってみようというと、なんかこうすごい落ち着いたゆったりした時間がこう流れて、そこでまあ、客人たちとこう茶を飲むとかいう体験がすごいなんか良かったんですよね。面白かったです、意外と。
で、そこからはだから大事で、こう思ったら、もっと好きになろうって、僕はこのさ、例えば茶道だったら、これを趣味にするというか、あれにし、自分のある意味、人生の中で大事なものにしようって決めたんで、好きになろうとする力だったりとか、面白がろうとするんで、そこからいろいろ情報も調べようとしたり、いろんな話聞こうとしたりすると思うんで、きっかけで、なんか別にちょっと好きとかそんなことでよくて、そこからは自らなんか、これのいい部分とか好きな部分なんだろうっていうところは自分で見つけていくことができたら、それが結果として多分、自分ってこういう人間だったんだなっていう、自分らしさみたいなことに多分気づけると思うんで、いきなりなんか、自分とはこうみたいなとか、やりたいこととかそんなんじゃなくて もう決めたらそこから勝手に進んでいくっていう感覚があるので、これちょっと好きになろうかなとか、これちょっと面白がってみようっていうのを決めて、で、別になんかこれ一つっていうのにとらわれずに、いろんな選択肢の中から自分で選んでやっていけばいいんじゃないかなっていうふうに思いました。ありがとうございます。いいっすね。なんかね、一つで決めなきゃみたいなの結構、なんか焦っちゃうというか、それこそ周囲、SNS とか見てると、こう周囲と比較して焦っちゃうみたいなこともよくあると思うんですけど、もうね、ちょっとしたことでもいいんだよっていうか、くらいに捉えられるといいですよね。そうですね。なんかそんな緩い感じで全然言ってます。その方がむしろ、自分というものが見えてくるんじゃないかなと。もうサウナで緩まりつつ、緩くいければ そうですね。というところで、あっという間に1時間が来てしまったので、はい、ここのあたりで終わっていければと思います。本日は福田さんありがとういや、ござこいちらまこしそありがとうた。ございました。はい、録画停止していきます。